およそ。
潮越しと怪しき来訪者で妖怪が見える少年夏目隆の声をやらせていただいております、神谷宏です。夏目隆の用心棒で妖怪のにゃんこ先生の声を担当しています井上和彦です。この度原作で人気の2つの短編劇集潮越しと怪しき来訪者を劇場にて限定上ご覧いただけると幸いです。ご覧ください。待ってるじゃん、来いよお前ほら、来いよ、待ってるじゃん。
ご注意ください。